はいどうも矢澤です。え今回はプロアマ問わず写真がもっと上手くなりたい、カメラのことをもっと詳しく知りたい、そんな上昇志向の強い方に向けてお話をします。当てはまる方ぜひ最後までご覧ください。 はい。改めまして、矢沢です、えー。今回は結論を先にお伝えしたいと思います。えー、写真調達の最短距離、それは高い機材を使うことです。えー、言い換えますと、高い機材を使わなければ、写真はなかなか上達しませんし、結局カメラを何台も買い換えることになり、金銭的にも時間的にも遠回りする結果になりかねないということですね。 冒頭で上昇志向の強い方と限定させていただいたのはスタンスが異なりますと、えー、お話が伝わらないところが不快に思われる方がいらっしゃると思ったからです、えー、もちろんモチベーションの置きどころは人それぞれですので必ずしも上を目指す必要はありません、えー、現状で楽しく写真が撮れているのであればそれはとても幸せなことだと思います、えー、ただ今回の動画に関しては上昇志向の強い方に向けてお話をした たいと思います。 まずアマチュアの方に向けてお話をします。えー、これからカメラを新たに買われる方は特によく聞いてほしいんですけれども、えー、本気で上達したいと思われるのであれば、初心者の方でもフラッグシップ機をおすすめします。えー、新品がベストですけれども、えー、最初は中古でもいいと思います。ではなぜ私がフラッグシップ機を勧めるのか。カメラのスペックはカメラマンの表現力の幅に等しいからです。こ、え、こ、ー、ここからはこのことについて 掘り下げていきますよく高い機材を買っても使いこなせるかどうかわからないと言われる方がいらっしゃいますプロ機は機能がたくさんついているので素人の自分に使いこなせるのだろうかそう不安に思われるのもよくわかりますそんな方に私が言いたいのは最初から使いこなさなくてもいいということです 私が初めて一眼レフを手にしたのは約20年前まだフィルムの時代でしたけれども当時のニコンのフラッグシップ機 F5 を買いました。 仕事で使用するという前提があったもののそれだけの機材を手にしていながら最初の取材数本はフルオートで撮影していました当時の2個の最高峰のカメラを手元に置きながらやっていることは映るんですと同様ですなぜそのような選択をしたかというと自分の技量のなさを機材で補おうと考えたからです その結果、仕上がりはとても素晴らしいものでした。フォーカスの正確さ、発色の良さ、それが自信につながりました。もちろんそれらはニコンの技術力によるものなんですけれども、高い機材は最初から一つ上のステージに連れて行ってくれます。 とはいえやがてフルオートでは対応しきれない場面に出くわします、えー、なんでこうなってしまったんだろうこうならないためにはどうしたらいいんだろうとそこからひたすらトライアンドエラーの日々が続きました、えー、そしてそれを繰り返しているうちにいつの間にか使いこなせるようになり、えー、写真自体も上達していきました、えー、高いカメラを買ったからといって最初から気負う必要なんてないんですよね しかしこれがエントリーモデルだとこうはいきません私もサブ機で所有したことはありますけれどもフォーカスは甘くてしかも遅いと階調が低いので人肌はまるでセラミックのようになってしまいますそれをカスタムで補おうとしても機能が間引かれているので対応するにも限界があります結果そのカメラの出番はなくなり最後は何でこんなカメラを買ってしまったんだろうと、まあ、見るのも嫌になってしまいました 私は仕事の道具なのである程度は言い切れますけれども趣味で撮られている方にとって買ったカメラに愛着が持てないというのは一番の悲劇ですよね。高いものには高いなりの理由があり安いものにも安いなりの理由があるということです。 高額の投資は確かに勇気がいります。しかし使い始めるとこれだけの投資をしたんだから無駄にしたくないという気持ちが自然に働きます。また機能が多い分、向上心、探究心をカメラ自体が借り立ててくれます。 5万円のカメラを買ったけど思うような写真が撮れず結局ほったらかしてしまえば散財ですけれども80万円のフラッグシップ機を買ったことでどんどん上達しやがて写真仲間から一目置かれるようになりえついにはコンテストで賞を取るえそんなところまで行けば金額以上の満足感が得られるのではないでしょうかえ高い機材はカメラマンの可能性をも引き出してくれるんですよねえこのようなお話をすると決まって でもいい写真は撮れれれるると言われる方がおられますでもそういう方の多くはおそらくフラッグシップ機を所有し使われたことがないんではないでしょうか少なくとも私はフラッグシップ機は一度使ったら戻れなくなるという方にはたくさんお会いしましたがフラッグシップ機なんて買わなければよかったという方にお会いしたことが一度もありません。 私自身サブ機として後からエントリーモデルを購入したことはありますけれども先にフラッグシップ機を使っていたことでその差に気づくことができましたもしこれが先にエントリーモデルを買っていたならばそのカメラで撮れる狭い世界が自分の写真表現の全てになっていたと思いますそう考えると上達にはかなりの時間がかかったでしょうしひょっとしたらその狭い世界で終わっていたかもしれません 当たり前のことですがどんなにシャッターボタンを強く押しても連写速度秒間7コマのカメラを14コマにすることはできませんしどんなに精神を研ぎ澄ませてもオートフォーカスを速くすることはできません、えー、発色や解像感も一緒ですよね。まあ、それらは全てカメラのスペックによるものですしそれがカメラマンの表現力の幅となり実力として見なされるわけです。 続いて金銭的なお話をします、えー、フラッグシップ機は確かに高額ですけれども長い目で見るとエントリーモデルより効率がいいと思います、えー、例えばシャッターの耐久回数、えー、ニコンの D850 が20万回なのに対し D5 は40万回と2倍です、えー、ミラーレスの Z6Z7 も20万回なのでフラッグシップ機がいかに突出しているかというのがわかると思います メンテナンスさえしておけば長持ちしますし入れ替える際も何世代も前にならない限りはまずまずの金額で下取ってもらえます。各メーカーで2番目に高い高画素機でも型落ちすれば2足3門と耐久性や入れ替えのことまで考えると実はフラッグシップ機の方が効率的だと言えます。 中古市場に目を向けますと、2世代前のフラッグシップ機、例えばニコンなら D4S、キャノンであれば 1DX、このあたりなら20万円前後で買えます。 新品で同じ価格帯のエントリーモデルを買われるよりは中古でもフラッグシップ機の方をお勧めします買われる際はヤフオクやメルカリといった個人売買ではなくマップカメラやカメラの北村といった業者さんを通した方がちゃんとメンテナンスもしてありますし保証期間も設けてあるので、まあ、若干値段が高く感じられてもそちらの方がおすすめです え続いてプロカメラマンそれも第一線で活躍することを目指している方に向けてお話をしてまいります。えー、そういうい方には最初からフラッグシップ 武器とそれに準ずるサブ機レンズは純正の大三元すべてストロボは仕事の方向性にもよりますけれどもクリップオンであれば純正の一番高いものもしくはプロフォトの A1 か A1X モノブロックストロボも同じくプロフォトの B1 か B10 あたりをおすすめしますこれ以外にも三脚スタンドレフ板メモリーカード予備バッテリーなどなどあとパソコンも必要ですよね 金額にしてだいたい400万から500万くらいになると思いますこの金額を聞いて高いと思われる方がほとんどかと思いますでも考えてほしいんですよねあのフリーランスであろうと経営者です独立して仕事を始めるということはたとえ一人であろうとも会社一つ立ち上げるのに等しいんですよね 1>, 1円でも株式会社を立ち上げられる時代にはなりましたけれども、それをあくまで登記ができるということに過ぎず、設備投資は全く別の話です。何千万の投資をして会社を起こせと言っているわけじゃないんですよね。あのわずか数百万の話です。 私は脱サラをしてすぐに銀行の融資窓口に行きました。そこに事業計画書を提出しお金を借り、当時最高の機材を手元に揃えました。なぜなら自分に言い訳ができないようにするためです。それだけの機材を使っていながら写真が下手であればもう自分のせいでしかないですよね。要は覚悟を決めたということです。 高い機材は買えるようになったら買えばいいそう思っている方は一生買えないと思います、えー、使っている機材なりの仕事しかできないわけですから広がるわけがないんですよねで、フリーターの延長でお金を稼げればいいやそのくらいの心づもりでやるのであれば遅かれ早かれ周りに迷惑をかけることになるのでやめておいた方がいいです こここからは実話話をを交えてお話をしておしままいりますこのチャンネルの準レギュラーで若手カメラマンの増田君がファッションショーの現場で実際に見たお話なんですけれども彼が撮影しているすぐそばで彼よりも若いい男性カメラマンが撮影をしていたそうですどうやら出演しているモデルさんの事務所から依頼を受けているようで、まあ、隣にはマネージャーさんらしき人がいたようなんですけども、まあ、最初は会長にシャッターを切っていたような なんですが連写を続けるうちにカメラがオーバーヒートしてしまい途中でシャッターが切れなくなってしまったそうですマネージャーさんが今必要なところだから撮ってくださいと語気を強めてもオロオロするばかりまあ、結局一番肝心な場面を取りこぼしてしまったそうです まあどういった経緯でその人に依頼がいったかはわからないですけれども、まあ、到底プロレベルの仕事とは言えないですよね、まあ、カメラの性能を知っていればそんなことにはなりませんしスペアカメラの用意があれば、まあ、キューバはしのげたはずです、まあ、その後の手末は知る由もないんですけれども、まあ、ことがことであれば賠償問題にまで発展しかねない事案です、まあ、準備不足でクライアントに迷惑をかけた一例ですよね 今度は私のエピソードをお話しします1年以上前のことになるんですけれどもひょんなことから駆け出しの若い男性カメラマンとお話をする機会がありましたカメラに関する雑談をひとしきりした後にその彼が私に向かって「APSC のカメラではダメなんでしょうか?」と神妙な顔で聞いてきました。 なんでそんなことを聞くのかと逆に尋ねてみたところ仕事の依頼が来た際にカメラの機種を伝えたところ APS-C のカメララととお願いいできないと、まあ、クライアント側から断ら断れたそ,うですそれに納得がいかず先ほどの質問をしてきたようなんですけれどもそれに対して私は。 機材の是非はお金を支払うクライアントが決めていることなのでそのクライアントがダメだと言っている時点でもう結論が出ていると思うよと言いましたそれでもまだ納得していないようだったので少し厳しめのことを言いました 自分も仕事によってはサブのカメラマンが必要になることもあるし自分がディレクション側に回るときは他の人に撮影を丸ごとお願いすることもあるとそんなときに自分は最低でもフラッグシップ機と大三元のレンズを持っている人にしかお願いしないなぜなら APS-C とフルサイズのカメラでは結果が圧倒的に違うか。 まあ厳しい言い方になるかもしれないんだけれども少なくとも自分もあなたに仕事を発注することはないと言いましたまあ初対面の方にはかなりきつい言い方だったかもしれないですけどもねここで誤解してほしくないのは APSC のカメラだと仕事ができないと言っているわけではありません APSC のカメラしか持っていない人にはお願いができないということです もちろん場面によっては軽量コンパクトな APS-C の方が使い勝手がいいことも多々あります。ただ、少なくとも私がコインにしているプロカメラマンでフラッグシップ機を持っていない人は一人もいません。そのことをその彼には分かってほしかったんですけれども、最後まで晴れた顔は見れませんでした。 ここからメディアリテラシーのお話をします。人間は自分に都合のいい情報を集めがちです。私が YouTube のカメラ系チャンネルを見始めたきっかけはソニーの α9 を買おうか迷った時でした。すでに9割方買うつもりでいたんですけれども初めてのミラーレスカメラだったのでまあ、最後の一押しが欲しかったわけです。そこで α9 を好意的にレビューしている方の動画を見まくり半ば自分に言い聞かせるように購入 を決めましたそれをきっかけにランダムにカメラ系チャンネルを見るようになったんですけども、えー、見れば見るほど YouTube を足がかりにプロ化していった人たちと、えー、私のようにクライアントありきで仕事をしてきた人間とでは、えー、同じプロというフィールドにいてもだいぶスタンスが違うんだなと感じるようになりました。 YouTube 系のカメラマンさんは不特定多数の方に向けて発信をしその内容に説得力を持たせるための作品撮りをされています、まあ、どちらかというと写真家に近いスタンスですよね、まあ、誰でも手に入れやすい安価な機材をあえて使って見せるのも安い機材でも僕みたいな撮り方をすればこんなに素晴らしい写真が撮れますよというメッセージでありブランディングですね、まあ、つまり支持者を増やすための撮影です 一方私はクライアントもしくはカスタマーという明確な相手がいてそのニーズにどこまで応えられるかでしのぎを削ってきました。 当然機材選びも守備範囲が広く間違いない成果が得られるものを選ぶので、まあ、必然的にフラッグシップ機一択になります、えー、純正レンズにこだわるのも何かトラブルがあった時に修理出しが一箇所で進むからです、えー、そうすれば原因が明確に分かり修理からも早く上がってくるなぜそんなリスクヘッジまで想定して機材を選んでいるかというと報酬をいただく相手に対して責任を負っているからです 念のためお断りを入れておきますが YouTube 系のカメラマンさんを見下しているわけではありませんあくまでスタンスが異なるということです憂慮しているのはプロ志向の方々がそういった YouTube 系カメラマンさんのスタンスを都合よく受け止めクライアントありきの仕事を安易に引き受けてしまうことです先ほどファッションショーの現場でオロオロしていた若手カメラマンのお話をしたのもああなってほしくないという思いからです 私は1年半前にこのチャンネルを開設し2本目の動画からいい機材を使わなければうまくならない機材は純正を使うべきと事とあるごとに提言をしてきました、まあ、そういった発言をするとなぜか一定数の人が噛みついてこられるんですけれども、まあ、その後私に近いスタンスで仕事をされてきたプロカメラマンさん数名が本気で YouTube を始められ、まあ、機材に関してはおおむね私と同じ方向性で発信をされています 勝手ながら大変心強く思っております今回は高い機材を使うことが写真上達の最短距離であるというお話をさせていただきました特にプロ志望の方に言いたいのは機材に妥協するということは自分の未来も妥協するに等しい とということです私は自分の人生に言い訳をしたくないという一心で脱サラし20年以上やってきましたもちろん紆余曲折いろいろありましたけれども最初の一歩は間違いなかったと今でも思っていますそのあたりの経緯にご興味のある方は是非あの新チャンネルの方をご覧いただければと思いますこれまで写真をどう収益化してきたかだいぶ生々しいお話をしております、まあ、今回はこんな感じで以上矢沢でした